こちらはみんな大好き、スカーレット・バイオレット新ポケモンのアイドル枠であるワナイダーです。まあ一部ではカルト的な人気があるのも確かですけど、スカーレット・バイオレット同期の最終進化系の中でも、ぶっちぎりにステータスが低く、種族値合計はわずか404と、不思議草やサナギラス以下の数値なんですよね。最終進化系なのにもう一進化できるポケモンよりステータス低いって、ちょっとかわいそすぎますね。そんな低ステータスなワナイダー、もちろん対戦環境での評価もいまいちなんですが、もし、配分はそのままに、種族値合計を約 1.5 倍にして、海竜やドラパルトたちエリート軍団と同じ、種族値合計、600族、にしてみた場合、このようになってしまいます。おお、一気に見栄えするステータスになっとる。注目すべきは、HP89、防御137、特防128が織りなす耐久バランスの良さで、ステータス実数値で見た時に HP イコール防御、特防となる、理想的な耐久配分に近いんですね。これにより、物理耐久はパルシェンやママンボウをも超える硬さに、特殊耐久はあのラティアス以上となり、数値だけならドヒドイでの上位互換の領域です。耐久要塞ドヒドイでを超える硬さなんて、これが本当にあのワナイダーですか？しかも、耐久力上昇の恩恵はそれだけにとどまらず、虫の抵抗や飛びかかるなど、ステータスダウン技を効果的に使っての持久戦も現実的になり、まるで今までは覚えるだけ無駄だったかのような言い方。ワナイダーを突破できないと判断し、たまらず後退してきた相手には、特性張り込みによってダメージ2倍の、超効果力の一撃をお見舞いすることも可能。実質威力160相当の吸血を、かなり高めの攻撃力からタイプ1で放てるため、覚える技は持久戦向けで決定打にかけるのに、耐久数値も微妙で回復技も乏しい。これらすべての課題を一挙に解決し、粘り強く誘い込んだ敵を仕留めていく、ワナイダーが本当にやりたかった、ワナイダーらしい戦い方が実現するわけなんですね。もともと種族値の配分自体には無駄が少なく、特攻と素早さを捨てた理想的なデザインだったし。今わかりました。ワナイダーに足りなかったのは、数値だったんですね。はい、といった具合に今回の動画では、久しぶりとなるこちらの企画。スカーレット・バイオレットで登場したポケモンたちも、種族値を600族相当に換算してみよう。という内容でお送りします。ポケモンのステータスの基準となるのが、通称種族値と呼ばれる数値で、エリートと呼ばれる種族値合計600族の仲間に、最近ではグリジュラスも加わったところですが、今回はいろんなポケモンの種族値配分はそのままに、合計が600族になるように換算して遊んでいきます。てなわけで本編に戻っていきましょう。さて、続いて登場するのはこちらのポケモン。お、ノーマル飛行タイプのイキリンコですね。先ほど、スカーレット・バイオレットの最終進化系で最も種族値合計が低いワナイダーが出てきたところですが、そのワナイダーに次ぐワースト2位となる、種族値合計417を誇るのがイキリンコなんです。イキリンコもさっきと同じで、進化前の白竜とかチャオブーより種族値合計低いし、正直、最終進化系としては全然物足りない数値って感じしますよね。種族値が100を超えるステータスも持たず、見た目に反して尖りもほどほどなイキリンコですが、全種族値を 1.44 倍し、600族化すると、こうなります。うおお、攻撃も素早さも130オーバーの大台に乗っとるイキリンコ。攻撃と素早さ、いずれも130を超えているポケモンは、ベローチェやザシアン、フォルムチェンジやメガ進化ポケモンなどわずか12匹のみで、そんな一部のポケモンだけに許された領域に到達してしまったイキリンコ、特性ハリキリア根性の適応化なら、攻撃力はさらに 1.5 倍に増強。やってることまでほとんどザシアンなんだよな。ハリキリブレイブバードの火力は、どんな方のガブリアスも一撃で倒せるほどで、黒いヘドロを持たせた防御特化ドヒドイででも、自己再生での回復が間に合わず確定2発です。持ち物を持たせるまでもなく、超ウルトラエース級の火力発揮しちゃってるじゃん。さらに、一見低そうに見えてしまっている防御と特防なんですが、もともと高めの HP がさらに増幅されており、これが意外と十分な耐久水準に到達、サザンドラやヨノワール程度の耐久力は発揮できるんですね。へぇ、そう聞くと神耐久って感じではなさそうですね。特性を威嚇にすれば物理受けの役割をしつつ、得意の捨てセリフを回すこともできそうだし、攻めもサポートも構築しやすそうで、対戦で人気出そうなポケモンになってる。ここまで実力が伴っているなら、いくらでもイキリ散らかしてもらって結構ですよね。実力がある人がイキリ散らかしてるって、それはもうイキリではなく、自信が豊富におありなだけの方なのでは？
ってことは、このポケモンはもはや生きりんごではなく、自信が豊富にワーリンゴになってしまったのでは？宇宙の真理を理解しかけた人もいたみたいですが、お次はこんなポケモンの登場です。ついに出ましたね。無限大マックスした無限大な。ソードシールドの物語でも重要な役割を担う、無限大なが無限大マックスした姿なのですが、その種族値合計は驚異の1125族となっており、HP、防御、特防の3部門で250以上をマーク。バカでかい三角形がガラルの空だけでなく画面を埋め尽くそうとしている。その想像を絶する耐久力は、超高 HP の代名詞でもあるハピナスが、ツボツボ以上の防御、特防を実現している、という、もはや天文学的な領域です。まさかこんな形で、またハピツボナスに会える日が来るなんて。さて、そんな無限大ななんですが、あまりにも法外なステータスを持っているためか、当然、プレイアブルキャラとして無限大マックスさせて使用することはできません。解禁されたら文句なしに無敵の最強ポケモンなので、当然っちゃ当然ですよね。でも、せっかく存在しているのに使えないなんてもどかしいと、誰もが思ったはずです。というわけで、現実的なステータスである600族にするとこんな感じになるよってのを検証してみて、次回作で実装してもらおう、というわけですね。そもそも通常時の種族値合計が690あるんだし、無限大マックスで弱体化することになってない？細かいことはさておき、全種族値を 0.53 倍し、600族化すると、こうなります。おお、かなり現実的な数値に落ち着いた、と言っていいのかな？これは、ハピナスとツボツボのいいとこ取りだった驚異の耐久力も、かなり常識的なラインまで下がっていますが、それでも、なおも HP、防御、特防がすべて130を超えているのは異常事態です。HP と防御がともに130超えなのはメルメタルのみ、HP と特防がともに130超えなのはハピナスのみ、手のを踏まえて考えると、その耐久バランスの凄さがわかりますね。特化ガブリアスのこだわりハチマキ激鈴も、特化サザンドラの命の玉流星群も、それぞれに特化していれば確定で耐えられる、まさに受けの二刀流を高水準で成立させていますね。しかしその代償に、攻撃と特攻と素早さは平凡以下の領域まで転がり落ちており、攻撃はポカブやミニユーにも力負け、特攻もアチャモやガーディにも及ばないなど、たとえガラル地方の空を覆い尽くしたとしても、まあ普通に生活できそうなレベルの脅威度となっています。上空から貧弱な無限大ビームって、住人に普通に耐えられてるのシュールすぎるんだよな。最後に、おまけの一芸特化型600族化ポケモンをさっくりと見ていきましょう。セグレイブの進化前のセビエ、種族値合計320のポケモンですね。全種族値を 1.88 倍し、600族化すると、こうなります。正当に進化して600族となったセグレイブに比べ、攻撃こそ少しだけ劣ってしまっていますが、耐久力はほぼ減らさないままに、素早さを103まで増強しており、あのガブリアスの102を見事に1だけ上回り、先制つららばりでの突破が安定、環境における使い勝手の面で見れば、セグレイブより人気が出そうなポケモンとなっています。ちょうどガブリアスより1だけ早いというのは、いくらなんでも都合が良すぎるような気もするけど、専用技の拠点突撃はセグレイブに進化しないと覚えられないので、完全上位互換とは言えない感じですね。こちらは怪電。専用特性風力電気を持つ対怪電の進化前なんですが、全種族値を 2.14 倍し、600族化すると、こうなります。特筆すべきは素早さ種族値150で、ドラパルトやザシアンをも上回り、マルマインやメガプテラに並ぶそのスピードにより、基本的には先制が安定するのがいいですね。レベル50の時の素早さ実数値は222なので、エレキボールが最大威力の150となるのは、ムフリ35族以下の素早さのポケモン、ミカルゲやヘイラッシャなどに打った場合のみです。これだけ速くても最大威力の範囲は相当狭く、エレキボールをフル活用するのって難しいですね。そしてこちらがトゲピー。進化系のトゲキッスともどもスカーレットバイオレットには未参戦ですが、全種族値を 2.45 倍し、600族化すると、こうなります。フェアリータイプで最も特防が高いフラージェスを、HP でも特防でも上回り、なんならどひどいでよりも攻撃以外の全ステータスが高い、恐るべき耐久性となっています。弱点も鋼と毒の2タイプしかないし、可愛い顔してえげつない要塞になってない？
あくび、甘える、アンコール、朝の日差しなど、妨害技も回復技もレパートリーには困らず、おまけにトゲピーは進化の奇跡にまで対応してしまっているという事実。あっこれはやばい。600族かトゲピーに進化の奇跡を持たせれば、特化サーフ号のこだわりメガネゴールドラッシュでも、約3分の2ほどしか効かないため、ゴールドラッシュの特攻ダウンも含めれば、朝の日差しを連打しておけば受け潰せてしまいます。現環境最高クラスの技で弱点ついても突破できないなんて、もうどうしようもないじゃん。なんなら、無駄のない配分の結果特攻も97となかなか高めであることに注目し、突撃直帰で特殊耐久を高めつつ、ドレインキッス連打で攻めながら回復していく、突撃。型の構築もネタじゃなく強そうな、可能性に満ちたポケモンとなっています。それやりたかっただけだろ、って言いたいところだけど、このトゲピーの場合、十分戦術として成立してそうなのが怖いんだよな。はい、といったところで久しぶりのリバイバル企画となりましたが、今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画で。